奈良崎伊佐弘は、地方競馬、大井競馬場に所属していた元騎手である。1999年9月29日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年10月23日第11回福山競馬1日目、第一競争アラブ計算祭一般戦トライバルラブで、初騎乗。同年11月1日第11回福山競馬6日目。 第4競争アラブ系4歳一般戦をプレジャーで優勝し、初勝利。2001年9月10日、第16回全日本新人王総派戦出場。2002年地方競馬通算100勝達成。2004年1月2日、第15回福山競馬3日目第9競争第39回、福山大賞天を主戦であった岡崎一氏が負傷のため、 代打で起乗した雪の誉れで,で優勝し、重賞発制覇。2007年1月14日、第16回福山競馬1日目に、地方競馬通算400勝達成。2008年7月7日、第6回福山競馬3日目第3、競争サラブレット系3歳5組条件戦を、流星群で優勝し、地方競馬通算500勝達成。同年福山競馬上半期。 リーディングジョッキー獲得。同年スーパージョッキーズトライアル2008出場。2009年福山競馬上半期、リーディングジョッキー獲得。同年スーパージョッキーズトライアル2009に出場。2010年10月3日、第8回福山競馬1日目第7競争3歳2組条件戦を、ゼアグートで優勝し、地方競馬通算700勝達成。 2012年3月6日から2013年3月17日の間、韓国、富山喜び南競馬場で期間限定起乗をした。韓国での通算成績は316戦68勝2着59回3着65回。2013年4月、福山競馬の廃止に伴い、大井競馬場に移籍した。2014年8月13日大井で行われた。 黒潮坂月をスマイルピースで制し、大井遺跡50勝初勝利。同年12月11日浦和競馬、第2競争を u r ィで制し、地方競馬通算戦勝を達成した。2016年1月11日付で東京都騎士会に所属を移す。2020年12月31日、自己都合のため当日付で騎手を引退することが発表された。 後述の浦和競馬場の調教師、藤原智之によると、落馬不詳の入院手術後、かかとの痛みが良くならず、約2年前から引退を考えていたという。地方通算成績は13,641戦2 1 6勝2着戦325回3着戦433回、勝率8.9%、連帯率18.6%、 引退後の2021年からは、浦和競馬場にて、旧車スタッフとして勤務していることが、調教師の藤原智之より明かされている。ありがとうございます。